ドスクイパルブヒャッハー。はいどうもこんにちは、スボックンゲームでございます。ということでね、今回もスマホ版ウイレの方やっていきたいと思います。ということで今回はね、はい、ご覧ください皆さん。左上と、真ん中より上部、上部おかしいね、真ん中ちょい上、20万 GP 溜まっております。拍手ありがとうございます。ということでね、自分で拍手したんですけど、20万 GP がねついに到達いたしました。はい、スマホ版でねいけるとは思ってなかったですね、正直。10万 GP はなんとかいけたんだけど、20万 GP はね結構なね、やっぱメンタル面をね強くしていかないと、まあガチャの誘惑に負けて引いちゃったりしちゃうんですけどね、そこなんとか、はい、頑張ってね貯めることができました。ということでね、まあ、今回は、20万 GP を貯めたということで、まあどうやって GP 普段貯めてるのか、プラスアルファ、これをね何に使うのかなっていうお話をちょっとしていきたいと思います。はい、じゃあね早速、20万 GP 貯まっておりますが、これをどうやって貯めてるのか、はい、これをねイベント、まあ、イベントが合ってる場合のね話からまずすると、イベントが今合ってるじゃないですか、これこのね、なんだヨーロッパのどうのこうのイベント、こういうイベントがあってて、だいたい報酬がね、GP なんですけど、基本的にね。であと契約更新とかあるんだけど、まあ、GP はねこれめっちゃ溜まりますね、これ。あもうねやばいぐらい溜まる、これ普通にやっとくだけで。だからもう絶対これやった方がいいですね、これはあると。このイベントがあってる時はもうこのイベやるだけで溜まります、自然に。で確か、先週かな、いや先週じゃねえ、7月7日木曜日までにあったイベント の契約更新半分のやつ、あれで僕ねもう今試合契約数ね、大体の選手が今、まあ、ちょっと試合して減っちゃったんですけど、それでも70、60試合ぐらいはあるんで、まあ、それでね試合ガンガン行えばね GP はたまります。ああいう契約更新半額の時に、もう契約更新しとくで、イベントでその契約更新の試合を使うと。はい、多分ねこれね、ポイント貯めれば貯まるほど、貯めれば貯めるほどね、GP のねもらえるあれが上がっていくんですよね、量が。そうだからもう後半とか普通に1万2万超えの GP もらえるんで、もうこのイベね終盤になってくればなるほど GP が貯まりやすくなる。そうだから前回のレアルとユベントスのイベント、あれをガンガンやるだけでもう僕 GP、その段階でね10万スターポイント貯めたぐらいには8万ぐらいに貯まってたかな、8万 GP ぐらい、もうちょい貯まってたもん、13万とかいったかな多分。だからもうイベントある時はイベントで、まあ、気になるのがイベントない時ですね。イベントない時にどうやって貯めてんのかっていう話です。そうイベントがない時がちょっとだけ期間が空くんですよね、イベントからイベントの間。そういう時はまず、チームマネジメントで、ここ大事なんですよね、普段使ってるイベントで使ってるような、まあ、黒玉とか、有力な選手たちは使わないね、使わないです、使わないで、まあ、スカッとちょっと切り替えて、でね監督も1個買った方がいいですよね、新監督。そうなんか 8000GP ぐらいで買えるんで、まあまあちょっと、普段使ってない監督だったり買った方がいいんですけど、僕はねコム戦っていうこのあれですね、スカッドでやってます。はい、でこのスカッド見てもらうと、はい、白玉と銀とか銅で固められてますね。なんで普段、スカッドに入ってないベンチ、スタメンにも入ってない選手たちね、まあ、スカウトで手に入れたり、なんかシルバー以上確定ガチャみたいなやつで手に入れた、使わない選手たち、そういう選手たちでまずスタメン固めます。はい、でベンチはめっちゃ強くする、これ大事なんですよね。ベンチはめっちゃ強くする。そう今ちょっとあれなんだけど、まあコストがちょっと足りてないっていうのがあって、一人ね銅とか入ってるんですけど、まあできるだけね黒玉持ってる方は黒玉入れて、チームパワーっていうのを上げてもらえればね、スタメンが弱くても、ベンチに強い選手いたらチームパワー上がって試合後にもらえる GP がまず増えますね。はい、まずこれ準備しておくことですね。その後に何の試合を行うかっていうと、まあ、イベントのほうとこをしてもらうと、まあ、今特殊なツアーイベントっていうのが合ってるんでいいんですけど、これがない場合ね、日曜イベントとこの曜日イベントがあるんですよ。でこちらの方がねこうチャレンジが1から6まで選べる。でこの2をね選ぶ、2を選ぶと、ここねビギナーアマチュアみたいな、スタンダードみたいな感じでレベルが区切ってるんですけど、アマチュアはね確かね前も言ったけどこれおさらいなんでね、これ手入れたらねもうキーパーにボール返して寄せてこないんで、コンピューター、はい、チャレンジ2まではね。
なんでもう、アマチュアから1点取って、あとは、キーパーに返して放置で、これで後半進んで、そのまま、時間流れて、試合終了。これでだいたい 1000GP ぐらいもらえます。僕の今チームパワーでね、1600ぐらい、1600、700ぐらいで、900、1000GP、900か1000ぐらいの GP、まあ、その間ぐらいもらえるんで、で、これしかも1試合で、スタミナ10しか使わないんですよ。だからもう普通に単純計算でも、10試合できる。で、その間に回復もするんで、まあ12、3はいけんじゃないかな、普通に。うん、もうちょいいけるかもしれないですけど、それでもう1万 GP くらいは溜まるんでね、余裕で。なんでイベントがないときはね、もうあと GP がなくなったって方は契約更新足りなくなってね、スターメンの選手は。こういうやり方で貯めてもらえばね、ベストだと思います。はい、ということで僕はね、これで20万 GP。まあ、今はね、イベント合ってるから、もうガンガンイベントやった方がいいっすね。もうイベントこれガンガン。マジでこれ溜まるっすよね、これ。やってる方はわかると思うんですけど、ガンガン。マジで溜まりますよね、これ GP。はい、ということでね、最後、僕はね、この20万 GP 今貯めてるんですけど、これがね、これからどんくらい増やしたりするのか、あとこれ何に使うのか、そこね、ちょっと気になってる方多いと思うんでね、ちょっとお話ししていこうと思います。まずね、まあ20万 GP、50万 GP は目覚ましたいですね。めっちゃ貯めますけど、行きたい。正直ね、まだね、僕が考えてる、コナミさんがね、まだ出してない神イベがあると思うんですよ。それがね、もうこれ完全に僕の未来予想ですよ、勝手な。あるとは分からないです、これは。このスペシャルエージェントあるじゃないですか。はい。このスペシャルエージェントって今、コインでしか引けないですよね。そう、コインでしかこれ引けないんだよ、今の段階だと。まあ、トップエージェントは GP でも引けるんですけどね。で、これがね、もしかしたら GP で引けるときが来るんじゃないかなっていう僕のあくまでも予想ですけどね。そう、そのために貯めてるんですよ。もしかしたらこれね、2万 GP で1回引けるとか、なんかそういうのがね、もしかしたらね、可能性なきにしもあらずって感じで、はい、もしかしたらもしかするんだよね。だからまあそのために貯めてるっていうのはあります。ただね、それが来る確率はね、結構低そう。スペシャルエージェントを GP で引かしてくれそうにはね、なかなかないかもしれないけど、もしかしたらあるからね。まあ GP もないに越したことはない、あるに越したことはないから、ずっと貯めてるんですけどね、契約更新もこれで楽勝になるし。はい、で基本的にスペシャルエージェントね、 PS4 版だとね GP でも引けるんですけどね、なぜかスマホ版はコインでしか引けないというね。はい、でもしね、まあ、結構期間経ってそのイベも来ないようだったら、多分もう動画の方でね、何十連回してみたっていうやつやると思うんで、それか、まあ、オークションで、まあ、バルサとかそういうレアルのね、あれオークションで撮ってみたとか、そういう動画も撮ってみたいですね。とりあえずね、 GP をね持ってるだけでいろんななんかこう可能性が見出せるんで、まあ、僕はね今貯めてます。いやー、でもトップエージェントでね、何十連化してね、メッシュとか当たったらもうそれだけで嬉しいけどね。神だね、それで来ちゃったらね。はい、ということでね、まあ今回は GP にまつわる話、まつわるというか、まあそんな都市伝説的なものではないんですけど、GP に関するね、まあ、情報、まあ、GP ダメを軽くご紹介、前回ね、多分動画で紹介したんですけど、ちょい前ね、結構前、初期段階らへん、もう一回ね、GP のね、軽いため方を軽くご紹介したのと、まあ、GP の使い道についてね、ご紹介させていただきました。まあね、トップエージェントがね、3% なんでね、黒くる確率が 2.8% か、詳しくは。だからまあ、って感じになるんですよね。これで1個も黒来なかったらみたいになるんでね、20連ぐらいして。ということでね、まあ、いつか、いつの時代か、まあね、30連ぐらい一気にトップエージェント回したい時です、ところですけどね、まあ、その時までぜひお待ちください。ということで、今回はこの辺で動画終わって、また次回やっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらね、左上からね、僕の顔マークあるんで、そちらからチャンネル登録もできます。右側におすすめ動画載せるんで、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いします。では、また頑張って GP 試していこうと思います。イベント頑張りましょう。さよなら、バイビー。